衝突の影響で外壁がめくれ上がり、窓ガラスも割れた店舗。突っ込んだのは前の部分が潰れた乗用車です。今日正午過ぎ、札幌西区ハッサム九条13丁目のクリーニング店に乗用車が突っ込みました。この事故で乗用車を運転していた70代の男性と助手席にいた50代の女性が肩の痛みなどを訴え、病院に搬送されましたが、2人とも意識はあるとのことです。事故当時、店には客と従業員の2人がいましたが、怪我はありませんでした。右折してきて、おそらくスピードを出過ぎちゃったんだと思うんですね。そのままで壁に激突したような形ですかね。事故の影響で店はストーブ自体が倒れてしまって、そこから灯油が漏れて、基礎ごとこう行ってしまってたんで。現場は交通量の多い交差点付近で、警察が事故の原因を詳しく調べています。